皆さんどうもピーマンです。今週もやってきた土曜日のペナント実況第、今回は5月の21日ヤクルト戦から始めていきますよ。前回の実況からね、交流戦が開幕したわけですが、前回はその1戦目をプレイしたんですが、無事勝利することができました。ヤクルト相手に完封勝ちというね、ほんと最後までもうドキドキハラハラというね、もう怖かったよ。いいキリキリしたからね、あのより痛かった、胃が痛かったんだよ。今回はそうならないようにですね、あのような試合はもう二度と送りたくない。ほんと前回も言いましたけど、寿命が2、3年縮んだ感じがしたからね、俺そんな早く死にたくないので、今回はね、圧倒的に、このパリーグの怖さ、侍ジャパンの怖さを見せつけていけたらなと思いますのでね。OK。で、今回の実況では打撃のみプレイしていきたいと思います。前回ね、全然打てなかったので、その悔しさがあるんで、今回も投手の方は CP に任してですね、打つ方でやっていけたらなと思いますのでね。じゃあ1戦目のベストオーダー。まず先発当たりでいこう。則本か。いや、ここは、西で OK だな。西で OK でしょ。前回マイケンお疲れ様。ほんと最高のピッチングだったよね。ほんで、打つ方ではですね、これまあでも今日は別に特別変えなくて OK かな。よし、じゃあこれで OK でしょ。だから1戦目はですね、現在うちのリードオフマン、中村を使ってやっていきますのでね。いきましょう。よし、やってきたぞ、ベイベー。ヤクルトボコボコにしていくからね。さて、現在のこの中村の成績は打率は2割9分1厘。ミート力 SR 選手なんですけどね、3割乗ってない。俺の中では今んとこ、ダメだね。怒ってるね。毎回試合に怒ってますから。ベンチ裏でボコボコにしてますからね。3割打つまでもこれが続きますから。いや、能力的に本当考えたら3割打てないとおかしいからね。今もクソみたいな凡退したでしょ。早すぎるわ。あんな凡退したくないから、したくないよ。ゲームの中でもこんなクソみたいな凡退したくない。やめてください。アイボール。ホームランは打ってくれてるからね。1番の割に打点もあるしね。よっしゃ、これはうまいバッティングだ。これはミート力あふれる、うまい流し打ちだね。まあそこから得点には繋がらないんだけどね。これがちょっと悲しいとこ。塁に出たら返してほしいよね。リードオフマン的にはね。アイボール。島1対1か。援護が欲しいな。援護が欲しいから、ここで塁に出る。はい、ありがとう。今日マルチヒット。素晴らしい。前回なんでこの中村で打てなかったんだ。いや、中村では打ったんだよね、前回。だって2打点、チーム 2-0 で勝利したけど、2打点上げたのこの男だからね。この男では打ててたんだよ。他のやつで打てなかったからね、全然得点が入らなかった。まだ同点2対2。何？常に寄り添ってんの？常に手繋いでる恋人つなぎですか？仲いいな。はい、流した。これも素晴らしい。猛打賞。わーお。この中村だけを操作してやったら打率3割5分。200本アンダー余裕だね。あって、余裕、いけるね。個人的にものすごく打ちやすいよ。イエス！ようやく勝ち越してるね。4対3。いや、でも、また1点取られてるっていうね。なんなのこれ。じゃ、次のイニングこれまた取られたりしないよね。はい、ここでもタイムリー。今日、5の4、1だね。絶好調じゃないですか。今日で3割乗ったんじゃないか？いいね、いいね。1戦目から気持ちのいい試合だよ。イエーイ、チーム5対4。また1点取られてるし、なんなのこれ。頼むよ。本日のヒーローにも選ばれましたね。ヤクルト1戦目。まずこちらを使ってみましたが、大活躍。5の4、最高すぎるね。今日は中村のおかげで勝てたと言ってもいい一日でしょう。本日のヒーローにも選ばれたしね。はい、今日、牧田が2勝目、山崎が15セーブ目、松田が今季11号、中村が15号と、そして今回操作した中村で5の4というね、全盛期のイチローか、おいおいおいという、ツッコミを入れていかないとダメなくらいな活躍でございましたね。さて、お次は横浜2連戦が始まりますね。ヤクルト戦はこれにてちょっと終わりになりますからね。お次も打撃で操作していこう。今日はね、誰にしようかな。じゃあね、今日は、誰だな。松田かな。ここまでの松田の成績はこんな感じだね。よく打ってくれてる。素晴らしい。本当にね。だから今回この松田を使ってやっていきましょう。今日のベストオーダーは、どうしようかな。西を変えて、今日の先発は大谷くん。調子は悪いですけど、抑えられるでしょう。これでやっていこう。しゃあ、横浜ボコボコじゃあ、松田で打つでボケー。カモン。あら、チームはいきなり1点入れられている。そして今日の先発は番長、三浦。全然問題ないね。ホームラン打ちやすい選手ですから、一発持ちですからね。ほらね。この打球はどこまで伸びる。そのままスタンド、いいんではないのか。ツーベース。一本いただきました。これが得点繋がればいいんだけどな。どうだ、後続は打てるのか？打てるでしょう。3対1、ワッツ What? 何をしている？おい、ピッチャー、ええ加減にしてよ。今日の先発は大谷だよな。ちゃんとやれ。おっと、この打球もどうだ？あ、追いついちゃう。筒子取っちゃった。ダメ。2打席連続ヒットなし。ちょっとピッチャー陣しっかりして。打つ方も援護したろうよ。3対1で負けてるじゃないか。いやいや、でも今日いい打球出てるね。この辺でもうそろそろドカンというね。柳田が番長から打ったみたいな打球があるんじゃないの？バックスクリーンのね。電光掲示板っていうのかな？あれ破壊しちゃうんじゃないの？そんな打球あるかもね。若干ミートがずれたな。ダメよい。どうだ？あ、どうだ？千葉！どうだ？ 4 対 3！ くそ、点は入ってんだが、また1点取られやがったな。抜けろ！イエスイエス、今日マルチいただきました。さて、これが得点つながれ、同点といこうよ、同点。松田素晴らしいよ。松田だけが素晴らしいよ。みんな素晴らしくなろう。個人だけ褒めたいんじゃない。俺はチームを褒めたいな。うん、あ、負けたね、負けたね。はい、5対3。ああ、連勝止まったね。横浜に負けるんすか。ああ、そうですか。よりによって横浜に負ける。意味がわからない。今日はもう投げる方でクソすぎたね。誰だ、今日何失点しやがった、ボケ。援護はそこそこあったんですけどね。坂本が今季2号目のホームランも打ってるしね。今回松田を操作してみたんだが、4-2。素晴らしいんですが、5回投げて3失点、後続投げたピッチャー全員打たれてるっていうね。中継ぎまでも打たれる。なんだ、横浜の打撃陣すげえのか。成績見ていこうか。いや、別にそこまででもないよね。うん。うわぁ、筒香だ。あ、でも筒香今日打ってないけど、3割9分5厘。はぁ、怖えな。セリーグはセリーグで怖いバッターがいるんだね。残念、連勝がストップしましたね。6連勝とはならず、勝ちたかったんですけどね。なぜよりにもよって横浜負けねえとダメなのか、俺には理解できないけどね。さーて、お次も野手に注目していきましょう。じゃあ、お次は誰にしようかな。じゃあね、山田かな？この男でいいでしょう。あ、でも最近成績上がってきてるね。2割4分2厘まで上げてきてるじゃないか。前々回までくらいまでは2割2分だったからね。上げてきてる、上げてきてる。調子上がってきてるの、上がってきてるね。よっしゃ、この男も期待するよ。やっぱ山田がね、打ってくれないと勝てないからね、うちも。今日の先発は則本かな。君に決めた。じゃあ、やっていきましょう。シェイクでもう負け。負けるよ、横浜に負ける侍ジャパン見たくないでしょ。どこが侍なんだよっていうね。偽侍にも程があるだろう。切腹しろって言われる、煽られるわ、いろんなファンにね。だから、そうならないようにですね。今回、この山田で、一発ね。見せびらかしましょう。うちの怖さを。なめるなよと。横浜が、はい、落ちる、落ちる、絶対落ちる。はい、ありがとうございます。これは追いつかない。ふぅ、得点つながるか、まず1本。おー、いいね、1点入った。わお。どうだ、チーム。おー、4対1で勝てよ。ナイス、ナイス、ナイス。トヨタランナー2塁。いいど、いいど、いいど、いいど。おー、打率2割5分にも乗ってるしね。まだ低いけどね。まだ全然ホームランもないし、打点も少ないし。まだ全然なんだけど。はい、来たーが、ちょっと、いやー、チェンジアップ打つのはむずいね、やっぱ。ミーがバッチシなんだけどね。ちょっと泳がされたね、今。さて、このまま勝ち抜きへといこうよ。おー、トゥアートランナー1塁3塁。もうこれだけの点差だ。シングルはいらんね。長打、あくまでも長打。山田は長打だ。打率も残せるしね。トリプルスリーもあるし、恐ろしいですよ。ただ、この山田にはそんな、匂いっていうの感じられないね。ただの山田さんだ。よくいるね。うん。ありふれてる名字だもんね。山田って。クラスに一人はいたもん。はぁー、ガンマーセンターフライ。得意な球すらも打てない人間に明日はない、未来はない、希望もない。いろんなものが失っていくね。トゥーアウトランナー2塁。アイボール。4点差か。でも怖いな。筒香という男が相手にはいますからね。本家筒香ね。うちの筒香とは比べ物にならないよ。あう。舐めてるのか。まあ、いい加減せよ、ボケ。腹立つな。いい加減腹立ってきたな。コントローラー破壊していいですか。白いコントローラー使ってるんですけどね。思いっきり投げそうになったわ、今。全然打てない。お、どうだチームはそのまま勝ち逃げできるか。ワンアウトランナー2塁。ああ、もうこれだけの点差があるならいけるだろ。はい、もう何してんの何してんの何してんの。さっきから何してんの。さっきあんたさりげん何してんの。全部同じ凡退じゃないですか。なんじゃこれお前。全部打ち飛んじてんじゃねえか。やめろ。8対3。いや、勝ったの嬉しいな。勝ったのなんだろう、このモヤモヤする気持ちは。中村が本日のヒーローに選ばれたね。1試合目に使った中村ですよ。いや、もやもやしてる。勝ったの嬉しくない。むしろちょっと腹立ってるっていうね。凡退するにしてもほとんど同じような凡退っていう、みんな同じ映像を見せたわけじゃないからな。ねえ、そうじゃないからな。今なんかリフレインした感じがしたね。なんか繰り返し映像になっちゃったよね。腹立つは全然打てなかったわ。1本のみですか。はい、これで則本今季4勝目、中田翔さんに今季7号、中村今季6号が生まれたね。山田を使ってみたが、やっぱ厳しいスランプモードなんでね、ノルがちっちゃい、ミートがちっちゃいんでダメだな。打てへんわ。おお、5試合連続2桁んだ。もう相手ピッチャー手震えるでしょ。俺も嫌だもん。こんなチーム投げたくないもんね。さて、これで横浜戦は終わり、お次は中日2連戦が始まりますね。今回の実況はこのカードをプレイしたら終了したいと思いますのでね。現在の順位はリーグ1位、オリックスとは2ゲーム離れてますからね。この調子でもっともっと離していかないとね。じゃあ、お次はやっぱうちのチームの4番ですね。現在活躍中の主砲だよ。はい、中村おかわりくんを使ってやっていく。あ、ただ打率落ちてきとんな。ここ4試合、5試合前は3割7分あったんだけどね。3割5分1厘の時点でもすごいよ。これだけホームラン打って打点も上げててね。全然悪くないし、全然いいんだけど、結構落ちてるな。マジか。まあ落ちるもんだからね、打率は。今日のベストオーダーはね、特に変えることなく、よし、これでやっていきましょう。中古。いやボコボコ強いお前。今日はもう打つ。前回みたいなね、山田みたいに無様な目に合わないよ。おかわりを舐めるなよと。もうぶち込んでありますよ、この広い。もう関係ないからね、おかわりは。この男は本当にすごい、なんていうの、違反球だよね。2011年だったかな。ボールが全く飛ばない時代に唯一40本打った選手ですからね。舐めてもらっちゃ困るよ。本物のホームランバッターっていうのは中村のこと言うからね。ホームランバッター、かっこわらは日本にたくさんいますよ。ただ本物はなかなかいない。これリアルガチのパターンの選手ですからね。当然この場面でもね、名古屋ドームのはもう球場関係なく打つよね。はい、この打球はどこまで伸びる？もう違う。他の選手と違うだろ。逆方向伸びる。はい、タイムリーいただきました。素晴らしい一打。わお！あんだけ伸びる人もいないよ。ね、ゴムかなと思った。ゴム人間かなと思ったもんね。ゴムボールで今野球してる？違うよね。いやいや、まだまだ打っていくよ。いきなりタイムリー打ったけどね。この一本で満足できるほどおかわりは満足できないので。はいはいはい、これも、左中間。完全無双モードだな。ツーベースいけるか。行こう。いけるでしょ。はい、レッツゴー !2 打席連続ツーベース。ただね、もうそろそろファンが待つスタンドをぶち込みたいおかわりもいるよ。同点かい？嘘でしょ。わお、なんでだよ。なんで同点なんだよ。ふざけんじゃねえよ。今日はもう勝ってないとダメだろ。こんだけ4番が打ってんのなんで同点？ふざけてるね。まあここで打つからいいんだけどね。あら、これちょっと多分逃げるね。見てて。次絶対外してくるから。絶対だよ。勝負してこない。あら、勝負してくる。マジで？あ、そう。まあいいけどね。逃げないのなら打つのみですよ。はい、来た。ほらね、バカだね。あんたバカだよ。野球選手として。はい、もうそら打つよ。アホか。少し考えなさい、あなた。はい。勝ち越し成功ですね。余裕ですね。だから勝負するなって、あんだけツーベース打たれてるの、まだ勝負する。恐ろしいだろ、みんな。ナイスパフォーマンス。かっこいいね。これがおかわりですよ。どかー。もう、吉見くんはもう、おかわりの顔見ただけでゲロ吐きますからね。あ、それ気持ち悪くて吐くんじゃなくて、もう怖くて吐くからね。怖さが来てる吐き気ですから。やばいね。まだまだ入れていこう。1点差か3対2続くな。こんだけね、中村が打ってんの。今日2打点上げてます。お前中村いなかったら今日完全に負けとるぞ。中村ありきで試合をすんじゃねえ。みんなでするスポーツですからね。みんな打ちなさい。はい、ここでも打つんですけどね。あらららら、これってもしかしてどっかーいただきました。今季16号。ここまで2と来てましたが、ここで打つ。これが本物のホームランバッター。中村だからできたこと。気持ちのいいね。また点差を広げる。今季3号ですわ。ズドンだからね。カオン行っちゃったよ。ハゲ多いな。ハゲ目立つわ。お前眩しいわ。やめろ。打てんわ、ホームランも。ヘルメットがなんか被っとるなの。死ぬぞ、当たったら。また飛ばすぜ。今日は4の4。それも3打点に、全部長打っていうね。恐ろしいよ。これもう1本打てばまた3割7分乗るね。現在3割6分8だから。勝負してこないかな。どうせ逃げるかな。怖いんだろ。手震えてるんだろ。打つんですけどね。もうやめとけって言ってんの。今季17号。はい、これで2本目ですね。はい、岡田君も手震えるね。もう中日ピッチャーはもう顔も見たくないレベルでした、これは。やっちゃった、やっちゃった。スリーボールから打つ、もう鬼畜ですからね。勝負した時点で間違い。もうこの時点で間違い。はい、もうここ、もう投げようと思った時点で、はい、それ間違いですから。もう罰ですよ。ね。テストだったら0点ですよ、こんなもん。その時点で。他の問題は合っててもね。その時点でもう失格です。違反行為になりますからね。はい、10対2。そりゃそうでしょうね。ボコボコだ。当たり前ですよ。中村を使ってみたがこれだけ。なんでこれでこれね、前回の中村これ打てなかったんだよね。前回は中村でね。今回打てて前回打てない。どういうことだろうわかんないね。まあその日その日の調子もあるけどね。まあでも前回打てなかった分、今回この、ね、試合で発散できてよかったね。ストレス解消になるね。気持ちいいね。ストレスが溜まった時はこの中村でホームランを打てばこんなに解消できるんだということが分かりましたから、今後まだまだいじめていきたいと思うよ。他球団もね。当たり前でしょうね。イエーイ !2 本のホームランに全ての打席が長打というね、今日の中村の長打率またぐんと上がったね。OBS また倍増したんじゃないの。やばいよ。さて、これも勝利ですね。さて、お次で今週の実況は最後にしていきたいと思いますのでね、ここまで個人個人で使ってきましたが、最後はですね、もう出番設定でチャンスでプレイしていきたいと思いますので、打撃でですね、ほんと最後まで、最後まで打ち続けていきたいと思いますのでね、もう他球団のピッチャーは今泣いてるでしょ、涙を流してるでしょ、でも仕方ないんです。うちのチームと戦うってことは、そういうこと。じゃあこのベストオーダーでまたいじめていきましょう。中日をね、やってこ。いじめます。いじめます。今日も山井くんをいじめます。もうかわいそうにね、山井くんは今 2.44 でしょ?このままいけばね、最優秀防御率も狙えるとこタイトル取れそうな感じなんだけど、ダメ。今回でも3点台一気に上がれたね。下手すりゃ4点台あるよ。行こう、3塁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 行ける。はい、オッケー。イエース。まあ、クソみたいな凡退したんですけど、進塁打になったんで OK ですね。ほんで、この男。ここでも打つ。うちどうした?どうした?チームプレイするような途端に打てなくなったぞ。個人だと打てるんだけど、なんでだおかしいな。まあ、ありがちだよね。ずっと打てるわけじゃないからね。それずっと打てたらもうおかわり、10割バッターになっちゃうから。そんな人いません。まずありえないから。大丈夫、大丈夫。ワンアウトランナー2塁ね。打っちゃうよ。ボコボコにするって宣言したんだもんね。それでボコボコにできなかったら恥ずかしいよね。恥ずかしさしかないよね。惨めな思いはするつもりはありません。はい、ありがとう。この打球は落ちる。落ちないワイツ落ちるなら今どうやって取った?一瞬落ちてたよね。一瞬地面にボール落ちたとこ俺見ましたけど今。落ちたよね。わーい。不思議、あら不思議ですわ。怪奇現象が起こったね。怖いね。割かし起こるからね、パワプロは。さて、ワンアウトランナー2塁3塁。ここまでチャンス来てるんだが、1回も打てず。さっきは何だったんだ?いや、ここでは打つんですけどね。はい、いこう。はい、1点。ありがとうございます。全然満足できない。満足感ゼロ。ここまで満足感ゼロも、なかなかないね。気持ちよさゼロですね。打って当たり前ですから。さて、中村。ここで中村。ということは、どういうことか、わかるよね。山井くん、ボコボコです。ありがとう。逃げてる。ランナー警戒してるふりして中村と勝負できないんだろ。わかる。すごくわかるよ。そういう選手たくさんいたしね。いいぞ、フォアボールで逃げろよ。二流ピッチャーよ。打つんですけどね。まあ、1点入ったからね。最低限はできた。世の中最低限でできないやつで溢れ返ってるんで、その中で最低限できるっていうのが本当に貴重で、俺にはできないことだからね。素晴らしいよ。本塁打狙いでしょ。シングルはいらん。はい、ボール。どうした?あれさっきまで俺、強振で打ててたよね。あれ、俺さっきまでの俺何だったんだ?さっきまでできて今できない。どういうこと?なんでなの?意味不明。急に下手くそになってない?また急にあるんだよな、これ。わりかし俺の実況でありがちなんだけど、どのゲームでもそうなんだけど、急に下手くそになるんだよ。これもだ。いや、俺はもうタッチアップ行くよ、これ。チャレンジだ。行こう行こう行こう。行こう行こう。いけ、あ、行けない行けない行けない。行けない。危ない危ない。危ない危ない。無理だよね。完全に無理だよね。でもこの男は打ってくれないと。え、どうした?ひどいな。なんでチームプレイするようになった途端にね、打てなくなんの?これじゃ負けるよ、この点差だと。何があるか分かんないからね。よっしゃ、ノーアウトランナー一塁三塁。あ、もうこれは打てるわ。ここで3点入れられなかったら本格的に終わりだね。おいおい、ランナー警戒しちゃふりしちゃ、お前勝負が逃げんのやめろって時間稼ぐんじゃねえよ。はい、これはもう犠牲フライには十分な持ってこいんだけど。あ、落ちたね、落ちたね、フェアだね。ははーおレッツゴー、まさかの展開だ。今のは落ちると思ってなかったからね、超ギリギリのとこだよ、今。イチローみたいな打撃だな、これ見てよ。ライン際。これ、ピッチャーなら切れたいな、俺がピッチャーなら切れるね。守ってたイライラ半端ないと思うけどね、あのたんだけは。ダメージが大きいもんね、あのポテンヒットとかね、ラインギリギリのあたりとか。まあこう、話の中でさりげなくゲッツー打つ技術はもうついてるね、俺に。ね。ライン際に落とす能力もあれば、ゲッツー打つ能力もついてるんだよな。この実況、毎回ゲッツー打ってるよね。ゲッツー打った瞬間に実況終了縛りしたらもう1回目で終わる。1回目の1打席目で終わるぜ。ねえ、もう最悪だよ、ほんと。なんじゃこれ、お前。なんでこんなランナーいたら急にゲッツーしか打てなくなるんだろうね。ランナーいない状況でゲッツーなんて打てることできないからね。その技術身につけたらやばいよね。どうやって打ってんのよ。おかしいでしょ。ああ、うちダメもう。真正面、全部真正面飛んでくわ。磁石でもついてんのか、中日の選手はね。いや、ここはいかない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 。もう確実に4点目ですか ?3 点目ですか。これを入れていく。4点目だね。点差を広げるという意味でね。ギャンブルはいらない。この場面で。そういうのは必要ないかな。ストライク入ってる?厳しい。ハイボール。オッケー!うわー!ちょっとタイミング早かったし、ボールっぽいな、今の。まあ、どうだピッチャー弾いて、はい、ありがとうございます。ゲッツーあかん、ゲッツーあかん、ゲッツーあかん。あー、もうほら、なん毎イニング1回ずつゲッツー打っていく。そういうゲームしていこうか。そういうシリーズしていこう。みんな、クソ腹立つだろ。でもね、何よりも腹立ってるのは俺なんだよ。本当に地球にあるもの全て破壊したのかなという、そんな気分ですね。俺がブロリーになったらそうします。俺がブロリーだったらね。ブロリーじゃないから。どうだチームは勝った?イエーイ !3 対1無事逃げ切り成功よかったもう今日は勝てないと思ったわどうしたんだろうね前回はね、中村使ってみたら、ホームランに全打席長打っていう、ね、個人だと打てるんだけどね。チームプレイするようになったら途端に打てなくなるんだよ。今日3点も入ったな。いや、今日のね、内容を考えたら3点なんてあかんけどね、お前。エンマ様に怒られるで、お前。地獄に落としてやる言われるからね。あ、最悪ですよ、俺。ああ、納得ができないし、理解もできないし、納得しようと思ってる自分もいない。やわらかスランプイエースようやくだ長かったいや、山田がようやくスランプから脱出しました。これで山田の活躍みんな期待して、これから本当に山田哲人の物語が始まっていくと思うよ。今までひどかったからね。OK、じゃあここまでのね、ちょっと成績を見ましょう。現在の順位表だったりね。現在はまず順位表で見ていくとこんな感じですね。リーグ1位ですよ。オリックスとは2ゲーム差ですね。で、交流戦順位も見ていこう。5試合プレイしてますね。はい、今んところリーグ1位ですよ。巨人も強いね。気抜けないよ。交流戦も優勝していかないとね。で、現在のうちの野手陣。まず投手の成績はこんな感じ。いい感じだね。いい感じ。まあいいんじゃないかな。まあ、この二人が素晴らしいよね。ただこの二人も最近打たれてきてるからね。中継ぎ陣も非常に安定感ある。防御率 1.13 揃いすぎじゃない仲良しか。仲良し3兄弟いるね、これ。奇跡の数字ですわ。こんな揃うこともあるんだね。ほんで、打つ方ではどんな感じ?はい、現在の首位打者は3割6分9厘で中村ですね。よく打ててると思うよ。山田の OPS5 割7分5ひどいね。みんなこんな山田見たいかな。この能力でこの成績になる方がおかしいと思うんだけどね。いや、打つ方ではもう完璧ですね。OPS10 割台が2人もいるんで、そらもう強いでしょう。ただ出塁率4割を超えてないのか。これ意外だね。中村出塁率4割、フォアボール少な。4割超えてないって、この打率で4割超えないって相当フォアボール選ばないってことだよ。ねえ。イチローでも多分超えてると思うよ。4割はここまでの打率になったらね、フォアボールあまり選ばないことで有名ですけどね。これ9個しか選ん、ちょっと異常だね。あんだけホームラン打って9個しか選んでない。これ9個選んだというか、ね、敬遠でのフォアボールじゃない全部ね。多分そうだよね。はい。まあいいでしょう。山田がね、スランプモードから脱出したので、来週からの実況。まあ5月28日からね、また次回始めていきますので、非常に楽しみですね。山田にはやっぱ頑張ってもらわないとダメですから。OK、じゃあまた来週の月曜日動画出したいと思いますので、お楽しみに。グッバイ、また来週会いましょう。